科学を身近に。こちらはこたつ研究所です。皆さんこんばんは。こたつ研究所へようこそ。今回は家庭で簡単に作れるパルスジェットエンジンを実験していきたいと思います。まず最初に必要なものからご紹介いたします。まず最初に瓶です。ジャムの瓶です。中に入ったのはおそらくいちごジャムです。まあ、適度な大きさの瓶を選んでください。極端に大きすぎると実験の準備が大変になるので、この瓶は、某メーカー製の、177円だったかなのジャムの瓶です。まあ、家にある、中身がなくなった瓶でも使っていただければいいのかなと思いますけどもね。はい、2つ目。はい、瓶の中に入れる燃料です。燃料用アルコール。中身はエタノールです。燃料用アルコール、これ Amazon さんで282円で売っているので、持っていない方は買ってみてください。これもちろんアルコールがあるということは着火剤がいります。ごめんなさい、火がいりますね。ということで100円ライター、部屋に転がっていた100円ライターです。まあ、着火マンでも可です。ファイアースターターは許しません。ちなみに、ライターを使う方、こういったライターだったり、マッチを使う方はちょっとこのまま火の元に近づけると危ないので、こういった割り箸、ウッドスティックみたいなものを準備してください。これをに火をつけて火の元へ持ってきましょう。そうすると非常に安全ですので、もしも着火マンじゃない方は用意しておいてください、割り箸。次に、瓶に穴を開けたいのでドリルの刃、ドリルビットですね。こちら私が持ってるのは 1.5 から 6.5 なんですが、おすすめはもうちょっと大きいサイズの6から10ぐらいのサイズのドリルのビットを用意するといいと思います。もちろんドリルビットがあるということは電気ドリルがいります。はい、電気ドリル、こちらの方 Amazon で2980円で買いましたね。ちなみにこのドリルビットも Amazon で買いまして、718円です。意外に高い。こちらの方もご家庭にある方はそちらをご利用していただいて構いません。で、次に、安全対策用に準備するものです。はい、グラス、ちょっと水が入ってます。中水です。何のために使うかというと、この、瓶で燃焼を行うんですが、この瓶は耐熱性ではありません。熱を加えて、一定温度以上になるとパリンと割れます。非常に危険なので瓶を冷却するためにこういった水が入ったグラスを用意しました。最後に、水が入った OK、 これも安全上の都合ですね。100均の入れ物に入ってる水が入った OK でちょっと、電子レンジで変形しますけども、もしも緊急時アルコールがドバーってなってしまって火がふわーってなってしまった場合に、水をバシャーってかけると火が消えるので、もしもの緊急時に使用するために必ず準備しておいてください。水ダメですね。水 OK ですね。何でもいいです。とにかく水を用意しておいてください。以上です。それでは実際にやっていきましょう。最初に加工を行います。この瓶の真ん中に、電気ドリルで穴を開けます。大きさは、最初は6ミリぐらいを開けてください。ちゃんと作動しない場合はどんどん穴径を大きくしていきますので、まず最初に瓶の蓋の真ん中に穴を開けます。電気ドリルは危ないので、刃物ですので注意して開けてください。刃物の刃を真ん中に持ってきて、真ん中じゃない、この辺かな、ちょっと押し込んで、傷をつけた後にゆっくり回転させていきます。はい、穴が開きましたね。穴が開いたら実験を行っていきたいと思います。では穴を開けた瓶にアルコールを入れていきます。燃料ですね。アルコール量は本当に少量で大丈夫です。たくさん入れると燃焼時間が長いので、ずっと燃え続けてしまうので、テストなんで少量で大丈夫です。で、少量を入れたら十分にこう中に空気を入れてあげてください。息でも大丈夫です。十分に空気を入れたら蓋を閉めます。で、ちょっとこう回してあげて、アルコールを、瓶の周りにつけてあげます。これで少しぐらい、アルコールの蒸発が良くなるんじゃないかなと信じてやってますけどね。では早速やっていきましょう。いきます。今実験をしたら、音に着目してください。プシュッっていう音とブルッって音がしましたね。プシュッブルッっていう感じで音がしましたね。こういう音がしている場合はだいたい穴が小さいです。なので、穴を一回り大きくします。なんでそんな音がするかについては、この後の動画理論編を参考にしてください。ではもう少し穴を大きくしていきますね。で、穴を大きくするときにここにフッと閉めて、
新しいサイズのドリルビットをフッてやると中にアルコールがあるんで非常に危険なので、必ず中のアルコールを捨てて水洗いしてからドリルの穴を開けるか、別のところに固定をして穴を開けてください。くれぐれも机に穴を開けないように気をつけてくださいね。あと火災にならないように。ではやっていきましょう。中を水で洗ってきました。では穴を開けましょう。これ 6.5mm、私はドリルビット 6.5mm しか持ってないんですけども、おそらく 8mm ぐらいがちょうどいい感じなんで、多分これで足りないっていう。大きめにこう穴を開けてアルコールを入れます。では蓋を閉めます。周りにつけてやってグラスの中に入れます。さあどうかな。惜しい。まだ穴が小さい。で、私はこれ以上のドリルビットを持っていないのでニッパーを使いますが、皆さんはちゃんとドリルを使ってスイカの穴を開けましょう。もう完全にこれは荒技です。さあもうちょいや、行け、行ってくれ、頼むで。あ、行きますよ。次で行くんじゃねえかなと思うんだけど、ちょっと穴広げすぎたかな。なので穴は皆さん慎重に広げてくださいね。雑な方法で広げちゃダメですよ。じゃあ行きます。お、来た。見えづらいですね。頼む、割れないでくれよ。頼みますよ。割れないでくださいよ。またパリーンって言うたら、あ、止まった。いいんじゃないですか。ちなみに非常に面白いんですけど、これ中の水が、まあ私触った感じでしか分かんない、私しか分かんないですけど、しかも温度計もないんで分かんないですけど、もう中の水が温かい、お風呂のお湯ぐらいの温度になってます。でもちろんガラスもほっかほです。ちょっと冷やしてみましょう。ちょっとね、冷やしてきます。実験は以上です。今回の実験はほぼ成功ということで、まあ反省点といたしましては、もっと綺麗な丸い穴を開けていればもっと長く燃えてくれたんじゃないかなと思います。今回パルスジェットエンジンの燃焼を見ていただいて、皆さんはどのような感想を得ましたか。美しい炎だなとか、すごい音だなとか、瓶の中で燃焼なんて起きるんだとか、いろいろ思うとこはあると思うんですが、そこでぜひ止めていただいてほしくない。ぜひなぜ燃えるのかというところまで振り込んで、考えていただきたいので、次回は理論原理編と題しまして、パルスジェットエンジン、今回の瓶で作ったパルスジェットエンジンがなぜ燃えるかというものを私なりに考察をして動画にしますので、ぜひ見ていただいて、綺麗だな、美しいなという感想を、あ、なるほど、だから綺麗なんだっていうところまでつなげてほしいと思います。ということで、ぜひ次回もよろしくお願いします。見てねー。